ので、ちょっと記者のやり取りで、ちょっとそれ以外の言葉を使われると、ちょっと誤解を受けるので、気をつけていただきたいんですけど、で、改めてですね、この機会にお伺いしたいんですけれども、コントロールできてないっていうのは、汚水タンクから漏洩など、そういったことのトラブルについてだと。で、これは全くその通りだと思うし、コントロールできてないんだと思うんです。で、この通りだと思いますけど、汚染水以外のトータル的なコントロールというのはできてるでしょうか。改めてお伺いしますけど、いや、皆さんはそこが不安なんですよ。そこをちょっと改めて確認させてください。現状から申し上げていけば、私どもとしては発電所を安全安定な状態に維持しつつ、廃炉作業を進めていくということを使命としておりますので、そうしたことを実現すべく努力をしているということであります。ただ、発電所の中でさまざま日常起こることというのは当然現場でございますから起こってまいります。ですので、そうしたこと、当然難しい現場ですから、大きなこと、小さなこと起こってまいります。そうしたことについて、対応として改善をしていかなければならない、あるいは対応について改めて、やり方等について、進歩させていかなければいけないことがあるというふうには承知してございますので、そうしたことに努めていくということかと思っております。すいません、お答えになられてないんですけど、これ細かいところからその抜きにして、大方コントロールできてる、つまり、コントロールって意味は、私の解釈で言うと、その暴走してない、要するにある程度その意思の通りというか、計画通りに物事が進んでるということだとすればですね、大方はそういう状態なのか、そうではないのかっていうとどうですか。中長期対策の、ロードマップというのがございまして、そのロードマップに従って、我々は仕事を進めているということでありますので、進捗の良いもの、悪いものそれぞれございますが、常日頃ご説明させていただいている通りかと思います。いや、これ大事なところで、オリンピックもありますしですね、僕はこのペーパーは、今日のその報道のペーパーは非常に評価してるんですけど、この際、そのコントロールできてないって言い切れないんであれば、これはもう東京電力は撤退した方がいいと思うんですね。なので、そういう意味で聞いてるんですけど、ご意見として承りたいと思いまいす。や、なので、コントロールできてないってことですね、じゃあ。ご意見として承りたいと思います。私どもの考えはここに書かせていただいている通りであります。いや、これはだって汚染水のことだけじゃないですか。で、僕はこの通りだと思うんです、汚染水に関しては。この通りって、安倍総理の発言はちょっとわからないですけど、調査結果を見てないので。ただ、その山下さんの発言のところは、この通り、事実、この通りだと思うんですけど、僕が聞いてるのは、全体的にその中長期計画、計画通りには完璧にはいかないのは分かってますよ。ただ、大方コントロールできてると胸を張って言えるのかどうかということをお伺いしてるんですけど。私どもとして改善しなければいけないことというのがないというつもりは毛頭ございませんし、むしろたくさんあるというふうに思っております。ですから、そうしたことに、しっかり対応していくということを、我々としてはやっていきたいということで、東京電力がうんぬんということ、いろいろご意見はあるのかと思いますが、我々としては、当事者でございますので、廃炉に向けて我々としてしっかり取り組んでいきたいという考えを持っておりますし、その考えの中で日頃仕事をさせていただいているところです。いや、すみません、山本一太科学技術担当大臣が IAEA で15、17、汚染水について発表されるんですよね。で、その時に、またその東京電力のコントロールできてる、全体的なコントロールできてないんであれば、これはやっぱりまたその山本一太大臣の見解とまた違ったりして、そこまた疲れるんですよね、きっと。で、それは東京電力にとって良くないし、いや、事実もうコントロールできてないんであれば、それはヘルプミーって言うしかないので、そこを聞いてるんですよ。くどいようでございますが、繰り返しになりますけれど、我々の仕事の進捗状況等につきましては、中長期の、ロードマップ、こうしたことの中で、その進捗は廃炉推進対策会議によって、制御されているということでございますし、それから個別の問題において、政府の専門的な、
知識知見が必要だということ、まあ、例えばこの汚染水の問題などもそうですが、そうしたことに関しては政府の中で委員会等々立ち上がって、より的確な対応をしていくように、全体として国全体として相努めているということかと思いますので、そういった流れの中で、私は捉えております。すみません、あとごめんなさい、ちょっとこれ候補の方から今日A さんの資料、トラブルに関する通報基準と公表方法ですね。でこれ詳しくまだマトリックスの内容まで見てないですけど、これは今のタイミングでこの資料を出していただいたっていうのは非常に重要だと思いますので、ありがとうございました、はい、また何かあれば質問させていただきます。はい、ありがとうございます。それでちょっと途中で大変恐縮なんですけれども、資料がですね、新しい資料を準備できましたのでここで配布させてください。今日本当にたくさん資料があって申し訳ございません。今日は第6回のですね、汚染水処理検討委員会、こちら今日夕方ですね開かれておりますので、こちらの資料遅くなりましたが配らさせていただきますのでよろしくお願いいたします。よろしいですか。じゃあよろしく。はい、すみません。汚染水問題の抜本対策の進め方と、まあ、大変大きなタイトルでついてございますが、中身的には、いろいろなケースを想定した場合の、建屋流入量の試算を行っているというような資料でございます。めくっていただきまして、1-0 ページというところございますが、海側遮水壁あるいは、凍土壁あるいは地下水バイパス、まあ、サブドレン等々ございますが、そうした、ものをそれぞれどう組み合わせるとどういう結果が出るかということを示したものです。1-1というところに書いてありますが、丸1丸2丸3